こんにちは、うりさんです。毎週日曜夜10時半、日本テレビ系列で始まったネメシスの考察動画です。本日お話しする内容はこの通りになってます。チャンネル登録もよろしくお願いします。回想シーンについては後ほどお話しますので、まずは最初に出てくる伏線からです。謎の料理店ドクターハウツ、第5話で出てくるネメシスメンバー劉陽一のお店です。他のメンバーからアンナは味覚が変だと言われるんですけれども、アンナが贔屓にしているので劉が協力してくれるようになるのではないでしょうか。続いてネメシス探偵事務所についてです。2021年2月25日にリニューアル。以前は栗田探偵事務所でした。栗田は一線を退き、ある事件に専念。アンナが日本に来てまだ3ヶ月だったということに驚きました。遺伝子すっきり水、栗田が反応したのは遺伝子というワード。細い線はつながらなかったと言っていたので、点は遺伝子。これは公式ホームページでもヒントとなって出ていましたね。ビジュアル的には最高だったんですけれども、謎解きに関しては少し雑だったような気がします。風間が寝言で「ダメだよ山田さん、そのサンプル違うよ」と言っていた意味については後ほど説明できると思います。神奈川県警チームの謎、細かすぎる相関図でわざわざ警察の名前を発表しているのはなぜなんでしょうか。全員1話で出てきていないようなので、この中に栗田や風間の知り合いがいるとか。私ちょっと入ります。これも細かすぎる相関図によると、アンナの師匠としてニドゥーシュロー氏という人物がいます。インド時代にニドゥーシュから物事を深く考えたりする時の極意を教わったのではないでしょうか。ここから過去の回想シーンと2話の予告動画から考察してみたいと思います。2002年4月15日雨の日の夜の病院、ここには栗田の車もありました。はじめが運転する車の後部座席に同僚の神田瑞穂と美馬芽衣子が乗っていたようです。走り去っていくこの黒い車に衝突されたのではないでしょうか。そして助けに来たのが風間みたいです。瀕死の美馬芽衣子が言った言葉が肝緊急状。風間の服に血がついているのは芽衣子を助けたからではないでしょうか。その後インドへ行き、アンナと仲良く暮らしていたようですが、2020年10月にペンダントを渡して喪服のまま家を出ました。インドにいるはじめがわざわざ喪服を着たまま家を出たのは、大切な人のお葬式に間に合わせるためだったと思います。そして風間と大和も出席しています。その大切な人とは相関図にある恩師の亀田一二三ではないでしょうか。親族の人も遺影を持っています。そばに数珠が落ちていたりタイヤ痕もあるので、何者かに拉致されたのだと思います。はじめは遺伝子の研究を大和や神田と共に研究していて、その大切なデータをペンダントに入れていたのではないでしょうか。ベテラン探偵の栗田が探しても見つからないのは拉致されているからでしょうか。芽衣子の写っているこの写真は赤星の家だと思います。第2話で出てくるこの赤星の家にあるキットそっくりですね。今回の考察は以上になります。第2話は4月18日夜10時半スタート。これからもネメシスの考察はやっていきますので、
チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。